きチャンネル。ジョブ。こんにちは。さあ、収録が6月6日ではなくなりました。はい、やったー。1ヶ月ぶりだね。今日7月4日。はい。1ヶ月ぶり。さすがコストパフォーマンス最強だね。そうですね。お、袴さん髪伸びた。結構伸びましたよね。ね。でもあれから一回も髪染めたり切ったりしてないので、色はだいぶ落ちたと思います。でも結構伸びたね。伸びました。ロングになってきました。はい。ロングにするの？どう思いますか？前髪はちょっと切ろうかなと思ってるんですけど。一回じゃあスポーツ刈りにしてみてる。嫌ですよ。なんでそうなるんですか？頑張ってここまで伸ばしたのにスポーツ刈りはないです。ね、いつかなんか金髪ショートとかにしてみたいですけどね。じゃあやってみてよ。ちょっとまだできないですね。なんで？もうちょっとですね。今でしょ。いや今じゃない。いや今じゃない。え、いつなの？じゃあもうちょっと後。今金髪いいやんな。ああ、ショート似合うと思います。ってね、青空くん言ってくれるんですけど、家族には全否定され、あんたのがショートは無理だ、ダメだって言って。だからショート長すぎんねんってまだ。だからもっとショートだよ。もっとショート？うん、スポーツ刈り。ベリーショートのね。ベリーショート。金髪のスポーツ刈りですか？かっこいいんじゃん。斬新やん。そうですかね。めっちゃ目立つよ。まあ目立ちますね。でも金髪のベリーショートです。プロ野球ニュースとか読んでて大丈夫ですか？全然大丈夫よ。いけますか、番組？本当ですか？だって1年契約してんだからクビになることないんだ。あ、そうか。だったら。もしかしたら来年とかまだ全然わかんないですよ、次の契約とか勝ち取ってからの方がいいですよね。いやいや大丈夫よ。あ、大丈夫ですか？そんなのビジュアルじゃないから、ここだから。そうですか。わかりました。すんの？まだしません。さあ、ということでタイガースです、今日はね。はい、そうですね。はい、今日は阪神タイガースということで応援歌お願いします。応援歌、阪神の応援歌、六甲おろし結構難しいですよね。そうなの？うん。音程とか。じゃあどうぞ。阪神タイガース、フレー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 イエイ。そこ？六甲おろしに行くやろ普通。いや、一番好きなのはやっぱおーですよ。そうなの？はい。さあ、ということで。はい。タイガースのトレードに出してあげた方がいいんじゃないのか、選手。ちょっとね、もうだいぶちょっと1軍はね、決まってきたね。だからまあ外国人次第っていうのもあるけども、外国人ね、ロドリゲス取ってきたけども、まあ今年でいうとね、前半ね、ちょっとリリーフがばたついて、まあ今ちょっとでもこう大山がホームラン打たなくなったらちょっとチームが落ちていくから大山次第になってるところもね。でも中野島田近本の1番から3番まではかなりいい形になってるし、近本選手もね、連続ヒット記録っていうのがねあったりとか、あと梅野全く打たへんけどな、どうしたんやっていうぐらい。長坂とかね最近出てるからね。でもまあ交流戦からねすごい上がりましたからね。でもちょっと今まだばたついててね、こうちょっと A クラスいけるかどうか踏ん張りどころだね。3位には絶対なってほしいね。3位なってほしい。俺はヤクルト、巨人、阪神でなってくれたら俺の予想が当たるからね。ああ、そうですね。俺の予想が当たるとプロスピの順位予想もやってるから、それの景品もすごいから。あ、そういうのあるんですね。そう、真剣にやってんだよ俺だから。だからそういった意味ではね、もうそろそろだってもう野手も中野が出てきて、最近山本がねセカンドで頑張ったり、まあ糸原ねサード行ったりもするセカンドで、まあ大山、里輝、まあ外国人次第でちょっとね守るとこ変わったりで、近本ねっていうところで、なんかウィーラー阪神が欲しいっていうコメントがいっぱいあった。巨人の時の動画にすごいウィーラー阪神欲しいみたいな、サードもレフトも守れて最高みたいな。まあね、巨人が阪神にあげるとは到底も思えないけども、だからそこはもう自力で探してこい、外国人ね。でもそう考えるとよ、やっぱね、第1回トレードに出した方がいい選手、木浪聖也。もうこうデータによると7月13日の中日戦を最後にもう1軍にはいないのよ。もうだからほぼほぼ3ヶ月5、6、3ヶ月以内、4月ですよね。4月13、そうですよね。最初のうちは結構ね出てたんだけども、今年齢が28歳、はい、で北条もね一応上がってきたりしてて、はい、で山本もよくて、で糸原もいて、うん、っていうところで考えるとちょっともう4年目だけどもちょっとチーム内競争に負けたかなっていう。でもまだ4年目か、そっかそっか、社会人行ってるからね。青森はまだアジア本田行ってるから。だってもう中野は確定でしょ、はい、でセカンド右の今山本、左の糸原でしょ、うん、はい、で多分サードはそのうち外国人絶対連れてくるから、はい、でまあ、大山がもしファースト外国人だと大山がサード回ったりするし、はい、でもし外野来たら佐藤輝がサード回ったりするから、うん、まあ、ほぼこの二遊間、あと小畑とかね、はい、もういるし、で北条も上がってきて、はい、っていう右でってなってくるとね、うん、そうなるとちょっともう出番が今、まあ、28歳だからね、はい、まだまだ潰しきっからそういったところでチームの補強ポイントとかってすれば、うん、トレードに出して活性化するっていうところはいいと思うんだよね、はい、まだだってここでもったいないね、もったいないそうですね、ここでこのずっと2軍に塩漬けっていうのはもったいないから、うん、はい、そういった意味では木浪とかね、うん、俺はいいと思う。あとはね、江越、なんか同じような世代ですよね。そう、29歳、今年30歳、あ、今年30か、8年目です、はい、こちらも外野が近本、佐藤輝いて、多分レフトは外国人とか連れてきたりとか、最近小野寺も頑張ってたしね。そうですね、ってなったらちょっと順番がね、もう確かにちょっと若い人とかも出てくると下がってんのよ。まあもうそろそろもう30歳だしね、そういった意味では塩漬けになるんだったら、だって外野はまた足の速いのがいっぱい一番上がってくるからね、はい、未来に向けては井上を育てたいわけでしょ。ああ、そうです ね、ずっと右で言うとね、育てたいわけじゃん、はい、で今年ね、井上は2軍で65試合出て、はい、2割1分3厘、もう育てようとしてるからね、こんだけ試合出てるっていうことはね、そうなったら今度ここが頑張ってきたら江越より井上になってくるから、はい、そうなるともう今出せるうちに出して、うん、だってもう佐藤輝近本いいんだよ、はい、もうそこはもう怪我しない限り不動だからね。そうですね。でそうなってきたら、で今足使えるからって上田がいるわけでしょ、はい、で外国人来る可能性もあったら、多分外野に外国人来たら佐藤輝が多分サードに来る、はい、で大山みたいなね、はい、感じになるから、でもし井上が活躍しだしたら、多分佐藤輝サードで井上とか、うん、もしくはまた上田と井上の競争になったりとかするわけじゃん。そうなったらちょっとね、はい、もう今のうちじゃん、うん、これがもうあと 2,3 年遅くなったらもうクビになるからね。そうですね。それだったら本人のためにも他球団でラストチャンスね、はい、上げていいよね、うん、欲しいっていうところがあれば。そう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 、うん、だからソフトバンク行ったね、はい、中谷とかもソフトバンク行って、うん、いいところでロッテ戦ホームラン打ったりとか、はい、まあ1軍も定着してないけども、うん、それはもうチャンスもらってやって負けたんだったら仕方ないじゃんね、はい、そういったところにも江越にもワンチャン上げてほしいね、はい、ラストチャンスにかけて勝負してもさしてあげてもいいんちゃうかっていう球団にね、はい、うん、っていうのはもうね、はい、まあ野手はね、うん、まだいいんだよ。ピッチャーこちらです、はい、小野泰輝、いい球投げるのよ、はい、ちょっと2軍でやらかしちゃってたみたいだけど。そうですね、なんか乱調してた時があったみたいですよね、うん、もうそれももう、うん、タイガースじゃなくなったら、はい、ひょっとしたらなんか荷物が降りて軽くなるかもわかんないじゃん、はい、でもまあ一軍でもね、うん、今年一瞬上がってきたのよ。そうですよね、うん、最後に投げた試合が4月3日、うん、うん、でも防御率1点台、はい、っていうところでね、それでも1点台でも抹消されちゃったんですね。まあ他にね、結局は2軍の選手っていうのはいいから上がるんじゃなくて、上が落ちてくるから上がるだけだから、落ちてこないと上がれないんだよ、はい、あとはそこのね順番っていうところもあるから。でもまあ28歳、はい、もう同年代よ、もうここら辺は、はい、このままもうここギリギリだから、うん、このままいったらもうどこも箸にも棒にもかからなくなっちゃうから、はい、もう今いいんちゃうかって俺は思うけどね。脂の乗る年代ですよね。そうそうそう、だからあとはね、うん、鍛冶屋とかがね、右いたりとかするからね、うん、はい、だから小野にとったら、うん、であとはね、才木も昨日勝ち投手になったしね、3年ぶりにね、で右では湯浅もね、うん、一軍では頑張ってるし、そうですね、そういった意味ではどんどん出番がちょっと少なくなってくるから、そういった意味では俺は何気にいいんちゃうかっていうね、はい、あと石井大地とかね、頑張ってるからね、はい、っぱ小野がいらなくなるじゃんね、そう考えたら、うん、他にもいるから、はい、でもいいピッチャーだから、まあ、この28歳前後の思い切って出してあげて、はいはい、今チームに足りないところを取ってきたらウィンウィンじゃんね。まあそうですね、そう、うん、まだ頑張れるからね、はい、もし環境を変えたらすごいいい形になるかもしれないから、そういう人って多いですからね。そうそう、うん、そういった人しか俺はあげないからね、はい、ダメなやつあげない。そうですね、まだ頑張れる方はあげてますからね。そうそう、うん、もうダメなやつの名前なんてあげない、はい、そう、どこもいらない、うんまだ今日挙げた、ね、これまでもそうだけど挙げた選手たちっていうのは、はい、まだ頑張れるから。でももうここから本当最後ぐらいだからね、うん、この残り1ヶ月の約、はい、このトレード期間に向けて、そうか、期限もうすぐか、そうそう、終わっちゃうから、はい、そこでまとめてやってあげないと、うん、そのままいけばもうどこか30、31、30になったら、うん、そのユニフォーム着てるっていうだけで、はい、そこからもうあ、いたねって終わっちゃうから、うん、そういった意味では、ね、活性化させるためにも、うん、そういうのがねあったら面白いんちゃうかってことですよね。今年まだトレードないですね。ないね。ないです。鈍いね、動きがね。はい。もうじゃあこの後。でも動い、うん、支配下から上がってくるやつがいるからね。あ、そう。うん。そこもトレードが鈍くなってるところでもあると思うんで。ああ、なるほど。下からの上でね。うんうん。まあそれでもね。はい。まあラストのこのタイムリミットの中でね。まあ一つでも多くね、その新しい新天地で活躍できる場所をね、上げてほしいなと思いますね。はい。さあそれではウォーウォーじゃないところの。タイガースで最後お送りします。はい、ね、音程が難しいんですって、はい、ローコーおろしさよなら。